大正運河は、現在の大阪市、大正区小林東と千島の境界付近に位置した、木津川と尻部川を結ぶ運河。長さ1963メートル、幅45メートル、環潮水深1.8メートル。大正運河開削予定地、大正運河は、千島土地株式会社と大阪木材、市場土地株式会社が協力、計画し、大正8年から、 岩田土地株式会社も加わり、大正12年6月にかけて、公費約30万円で開作された。大正7年頃から、大正運河を幹線水路とする掘割りを作り、貯木池を大正区の中心部に設け、付近の木材街の造成や、木材の運搬に活躍した。昭和7年8年頃には、約500から600もの木材市場や製材所があり、 西日本や中国とも取引をしていた。また、当時の運河や掘割りに多くの橋が架けられたことは、大正区が橋が多いことで有名になったゆえんでもある。大正区小林町にあった貯木場、一方、1940年代に入ると急速な陸上での運送の活発化や高潮による浸水被害の深刻化を受け、大正内港の増成による土砂で、 大正区を全面的に盛り土し、区画整理する工事が行われた。その一部として、大正運河は昭和43年から昭和45年の間に埋め立てられ、47年間の歴史に幕を閉じた。同時期に大正運河を中心として、大正区内の大半の橋は姿を消し、それらの橋の名前は現在も地名として残っている。 大正運河に連絡していた、貯木池や材木市場は、昭和20年代より、順次、墨の駅平林に移され、昭和47年に、木材業者の移転が完了した。1923年頃の大正運河これらの、橋梁はいずれも現存してはいない。懐かしい大正区の風景、P23、私たちの町大正区 P40 これらの橋の、 名前は主に交差点やバス停の名称となった。当時は対象運河に連絡する諸木状の木材が水面にたくさん並べられていたため、その下で水面に上がって来られず、溺れ死ぬ子供が後を絶たなかったという。ありがとうございます。